どうも皆さん、こんにちは、ミネットです。さあ、中古で買った飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのか続きやっていきましょうか。まあ、今回でね、パート19ということでね、そろそろ、あとね、1、2、まあ、あとね、中古の飛び森が25個ぐらい残っていて、まあ、ようやく10万円分の飛び森から半分ぐらいが過ぎようとしています。というわけで続きやっていきましょう。な、祖父、え？あ、びっくりした。ララミーちゃんいるじゃんって思って、一瞬俺のデータかなって思っちゃったわ。あー、了解です。初期化率高っ。まあ大体ね、半分ぐらいは初期化されてますね、今のところ。まあ別にね、お店の人が初期化してるわけじゃないと思うんですが、よっしゃ、来ましたよ。お、家がでかいじゃないですか。これはちょっと期待できるんじゃないですか。任天堂さんからお手紙です。確かに渡しましたからね。そんじゃ、ということで、任天堂から直接メッセージなんでしょうか。何か新しいことにチャレンジするのはなかなか難しいですね。でも勇気を出して挑戦すれば新しい自分に会えるかも。この人みたいに。ということで、チャレンジしてみたいスタッフより何かをいただきましたよ。こんなことってあるんだな。何もらったんだろう。母は？母はまあ相変わらず、まあ奇抜なセンスをされていると思うんです。転がる草。さすがに草生えるな。じゃあ、任天堂からのプレゼント、リセットさんの模型、もらいました。ありがとうございます。手紙めっちゃ来てんじゃん。スーパー豆粒、ハーベストソファー。まだスーパーなのか。家は結構でかいのにな。むしろこれ最終形態まで行ってんじゃないの？この、家のローンに全ての金を使い果たしてしまった感あるよね。てか、俺の家とめっちゃ似てる。上のさ、シャチホコといいさ、俺の家とめっちゃ似てるわ。てか一緒じゃん。さあ中に入っていきましょう。おー、和室じゃないですか。さあ中見ていきましょう。まずハロウィンで統一されている。で、ここら辺壁紙か。あ、スズラン咲いてる。マジか。ということは美しい村の可能性もあるな。誰かからもらった可能性も、なきにしてもあらずだけど。で、B は特に何もなさそうですね。C もないということで、OK です。じゃあ、早速、右の部屋から行きましょうか。うわ、びっくりした。真っ暗じゃないっすか。マジかー。真ん中の部屋だけか。まあね、アミーボがなかったらな、家具とか揃えるの大変だからな。あー、もうこっちも真っ暗。暗なのか。え、逆にさ、この真ん中の部屋だけ凝るとか、そんなことある？え、上もなんもないの、もしかして。え、逆に怖いんだけど。せめて壁紙ぐらいなんか貼っといたらいいのにな。なんでこの部屋だけ、めっちゃ和室ってるけど、なんでこの部屋だけなんだろう。あ、来た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 。あ、ハーベスト家具頼んでたもんね。なにこれ、校長室でも再現してんのかな。なんかこれ校長室っぽくない？そんな感じするよね。で、ハーベスト系の家具が来てたので、じゃあ俺が最後に飾っとくわ。ハーベストソファー。どこに置く予定だったんだろう、これ。で、このハーベストソファーはどこに置く予定だったんだろう。あー、ここだろうな。ここな気がする。これで完成なんじゃないですか？ハーベスト系、いい感じですね。じゃあ最後に下の部屋に入ってみましょうか。お、下も割と、いやでもコンセプトが特に何も情けなんだな。お、ロケットが発射されていく。特にコンセプトが決まって作ったわけではなさそうですね。うん。なんか銭湯をさ、作ろうとしてたのかな。なんかこの壁紙といい、これといい、なんかすごい銭湯っぽいところあるけどな。しゃー、というわけでやってきたわけなんだけど、美しい村になっているとは到底思えない感じの花の量と木の量なんですが、今何月だ？虫飛んでたけど。7月10日か。じゃあ役場行ってみようぜ。いやでも木の量といい、公共事業の量といい、キザの誉れ。すごい名前だな。多分あのスズランは友達からもらったやつなんじゃないか？ぽいよね。待って、あ、高梨立花になりきってる女の子がいるんだけど。中二病じゃないっすか。一緒に遊ぼう。了解。よーし、じゃ あ早速役場にお邪魔しましょうか。
いやー、静江さん、第一村長、残念ながら俺は第一じゃなくてミネットなんだ。公共事業、中の人は違うって感じだな。新しい事業をどんだけ持ってんだろう。わ、初期の初期だ。わ、やべ、初期の初期だ。いやー、マジで公共事業何もされてない感じっすね。オッケーです。おっと、BGM が変わっていく。今何時？ 1 時か。深夜の1時はさすがにみんな眠ってるしな。お、郵便局開いている。ホームセンターじゃないですか。もうそろそろあと一歩でデパートに近づくというのに、特に魚とかも何もされていない。だとするならばちょっと、貯金残高見ましょうか。引き出していく。残高ゼロベル。2014年。いや、結構前じゃないですか。恐竜や。何その一言メッセージ。恐竜や。どこに恐竜がおるんや。配信プレゼント。なんかあったりするんかな。えい。特にない。了解。ちょっとね、初期化されたデータとこのデータだけではな、ちょっと物足りない感じもするので、もう一個紹介したいなと思います。よーし、じゃあ今回の動画このデータ最後にしたいなと思います。初期化されててもね、そのまま終わります。さあやってきましたが、いけそうですか？さあやってきましたよ。おっと、若干期待ができるのではないでしょうか？てかさっきのデータとほぼ同じような感じするな。郵便局。ということはこれは 99,999 ベル入ってるのでは？あるんですわなー、これがなー、これ来たんじゃないですか？はは。レイジ。何レイジ。新しくなった肥料は花やフルーツの栄養になるだけでなく、枯れた木も元気になるんだよ。お試しで一つ送るから使ってみてね。マジか、レイジからもらった。郵便局。何もらったの？100万ベルに達成した。おい。違う、1000万ベルだ。あー、1000万ベルありましたね。壮絶なネタバレされましたね、郵便局さんから。で、任天堂さんは、アミーボプラスということで、ちょっと、わ、すごいじゃないですか。プレゼント、何持ってんの？お薬。お薬のメタネ、なんでお薬？まさかのアーウィン。アーウィンがある。そして、お薬とりあえず飲んどいて、で、せっかくなんで、その郵便局さんからもらって、プレゼントは郵便局のポスター。オッケー。ジンペイいるんだけど。北湾くん、おかえりなさい。もうずっと帰ってこなかったからどうしようと思ってたけど、さすが村長さん、僕らを天才させる天才だよ。うー、めそめそ、よくないね。でもうわー、帰ってきてくれるからぞ。かわいい。しゃあ行くか。おっと、すごいごちゃごちゃしてるな。で、アーウィンがあるってことは、間違いなくこの部屋に飾りたかったんだろうね。このアーウィンを。俺が飾っておいてやろう。すごいごちゃごちゃしてるな。めっちゃごちゃごちゃしてんな。おっと、こっちの部屋なんだ？台所か？台所っつうよりリビングっぽいですね。ハッピーバースデーって書いてあるからな。めっちゃ金のトロフィーあるし。洗濯物もある。すごいな。もう生活のすべてがここに詰まってるって感じだね。こっちの部屋は、あ、和室の部屋か。やっぱ和室の部屋率高いよな。やっぱりね、和室の部屋は作りやすいからね。シーラカンスいるじゃないですか。ブッシュドナイル。みんな大好きブッシュドナイル。有名なヒゲ。お魚の壁。肉球。こっちは壁紙か。で、ワークキャップ。勇者の帽子。青ピクミン。はいはいはい。で、カーニバル系か。分けられてんな、ちゃんと。狩りと分けられているが、後半は？後半は適当。めっちゃ俺と似てるな、性格が。で、最後にあるのはエジプトランプ、ランタン、仕掛け本。オッケー。しゃあ、じゃあ、せっかくなので、オッケー。この格好でいきたいと思います。こっちの部屋は？うわ、暗っ。カーニバル系の家具があるけど、暗い暗い。電気つけとくか。テレフォン。このテレフォンとか中入れたらいいのにね。テレビがあるよ。つけておこうではないか。すごい、YouTuber さんの、水たまりさんの服装に似てる。似てるっていうかもうそのままだね。アロハシャツだもんね。じゃ、なんか奥の方に一個だけ化石があるっていう謎だな。これ電気か。おー。でも地味にピョン太郎の家具な、集めんのしんどいしな。
お、黄金系じゃないですか。黄金系の家具を持っている。え、なかなかすごくね。黄金系の家具持ってる人って結構珍しいと思うんだけど。おー、下がった。上がった。いいね。いや、黄金系の家具を持っているってなかなかにお金持ってるんじゃないの？特にマイレザー貼られてる感じはない。なんだ？ベッド。追憶の。なんで書いてあるんだろう。傘。傘かな？違うな。これ帽子か？わからんな。追憶のルーって書いてあるけど。クイーン。ツタの模様。クイーン。クイーンだって。トリプル赤コーラ。流し台。なんでそれ二つ？絶対アイテム欄が埋まってて放置したやつやな。うわぁ、至るところに家具が落ちてんだけど。これは炊飯器。で、アコギ。もう完全に海から流されてる家具みたいな感じになってるけど、ちょっと上の方に上がっていきましょうか。美味しいオレンジの山。で、これはカーニバルドレッサー。至るところに家具落ちてんなー。すげえぞ。なにこれ。人体模型。ハンモック。金像の写真。こんなところに人体模型置いてたら割と怖えぞ。で、ここら辺竹林って感じかな。で、役場と。オッケー。日の丸の国旗が上がっているが、早速お邪魔してみるか。うわぁ。じゃあ、早速まず役場から行きましょうか。よう、静江さん、さっきぶりだな。俺はまた違う村長だ。何？公園のベンチか。あー、今回バスでー。で、公共事業で新しいやつを。あ、結構あるじゃないかい？いや、金属のベンチとかすごいな。持ってんだな。和風なベンチもあるぞ。え、なかなか持ってんな。シャールパーカーズ来たぞー。なんか置いてるか。なんかめっちゃ売れてんな。で、在庫切れみたいになってるけど。出品しといた方がいいんじゃないか。さすがに、なさすぎじゃない？コーヒー売っとこう。200ベルで。で、誰が来たし。お、誰だ？ちょ。コーヒー買わん？買う気配なし。え、買わないの？買うでしょ。あ、買ってくれる。買っちゃいなよー。オッケー、コーヒー売れました。200ベル美味しいです。じゃあ、オッケー。というわけで、コーヒーが200ベルで売れました。よし、というわけで、ちょっと商店街の方に行きましょうか。おっと、時間が変わった。0時だ。さあ、やってきましたよ。おっと、ホームセンター、さっきと同じような感じだな。よ、深夜のホームセンター。特に何も売ってる気配はなさそう。これ好きだな。これいくらで買えるん？ステンドグラス。1200ミリで買えるんだ。安っ。じゃあちょっとカタログ見ていきましょうか。アービンとかどうやって手に入れたんだろう。さっき届いてたけど。で、明らかに非売品だもんね。壁掛け、アンドン。おー。え、結構持ってるくない？監視カメラ。わー、すごい。結構揃えてるね。いいじゃないですか。キャンパス系俺も欲しいな。じゃあさっきめっちゃトタケケのソング持ってたしな。うおー、トタケケ率高えな。これもしかして全種類持ってる？怖い歌。うわ、もしかしてこれ全種類持ってるのかもしれないな。すげえぞ。いや、こんなにトタケケのソング持ってる人なかなかいないんじゃないでしょうか。オッケー。じゃあ最後貯金残高見てみましょうか。さあ、ということでちょっと最後に貯金残高見てみましょうか。いや、さっきのね、もう最初の時点でさ、1000万ベル以上は間違いなくあるっていうのは分かってるんだけど、まあね、見ていこうかなと思います。せーの、はいはい。というわけで1000万ベルですね。いや、まあ1億ベルに比べたらあれだけど、1000万ベルでもね、普通にすごいからな。よーし、とりあえず44,590ベルもバッチリと預けて、引き出して、まあ、これがね、まあ、この子の持ってる貯金額ということで。いや、1000万ベル、羨ましい限りだな。はい、というわけでね、中古の扉に今回3つ紹介させていただいたわけなんですけれども、いや、
ようやく1000万ベルを超えるデータが見つかりましたね。まあね、あと25個ぐらい残ってるんで、多分ね、もうあと2、3個ぐらい出てくるんじゃないかなと思っております。というわけで次回の動画もお楽しみに。今回はこの辺でお届けしましょう。じゃあな。